入試算数、サクッと解きたい標準レベルの円の両問、おまけ問題付きです。では始めましょう。図は半径10センチの円が組み合わさってできており、互いに円周を4等分する点で重なっています。色部分の面積を求めてください。円周率は 3.14 とします。解説をします。4つの円の中心を取り、それぞれ結んでみます。この時オレンジになった部分を図のように移動すると、色がついた部分は一辺20センチの正方形と半径10センチの半円2つを組み合わせたものと考えられるので、その面積は上のようになり、714平方センチメートルとなります。おまけ問題です。対角線の長さが6センチの正方形 ABCD を頂点 A を中心に時計回りに20度回転させたものです。色部分の面積を求めてください。円周率は 3.14 とします。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題を解く方法を解説していますので、概要欄の URL からご覧になってください。